坂本幸子は日本の政治家、元労働官僚。自由民主党所属の元参議院議員。2009年7月5日執行の静岡県知事選挙に自由民主党の推薦で出馬。坂本から推薦依頼を受けた公明党も財政、医療、福祉など12項目で政策協定を結び推薦した。また坂本は 安くすればいいというのは違う。地元建設業は地域を守ってくれている。大事な業界だと思っているとして、公共事業を請け負う土建業者に不利となっている。現状の最低制限価格や低入札価格調査基準価格の見直しの必要性を訴えており、静岡県内の土建業者で構成される、静岡県建設業協会などが坂本を支援する姿勢を示した。 知事選には自民党、公明党推薦で出馬したものの、政党職を出さず、県民党を掲げ、支持を訴えた。唯一の女性候補である点をアピールするため、女性閣僚も応援演説を行ったが、民主党、社会民主党、国民新党の推薦を受けた、川勝平太に一歩及ばず敗れた。坂本が代表を務める。 自民党静岡県産議院選挙区、第二支部など三団体が会議の費用を計上する。際に2種類の領収書を5回にわたり、使い回したりするなどして、政治資金収支報告書に合計約137万円の政治活動費を計上していた。坂本は、会議が実際に開かれたかは精査しているところだと、説明しているが、これを受け2007年9月3日。 坂本は6日間で外務政務官を辞任した。坂本は県議なしとして不起訴処分。報告書の作成を行った元自民党県連事務局長が政治資金規制法違反などの罪で2008年6月25日に在宅起訴され、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けた。ありがとうございます。